日本美術で元気にする週刊の田中です。さあ、このクルトブラシの前画の、中盤に載ってる図がですね、はい、この前画ですね。さあ、これは誰でしょう。はい、美術に詳しい人はこの図を見たらね、遠くから見てもすぐわかるんですね。これはこの信忠、雅合山脈院という人ですね。この人はもう安土桃山時代から江戸時代初期にかけて生きてた人でですね、まあ、なんていうか政治的にもまあある種のキーパーソンでもあります。豊臣秀吉、徳川家康、それから御用勢天皇もこの辺のその、まあ江戸時代が始まる前後の中心人物といずれも考慮して、まあ、非常に政治的に、まあ、かなりその苦しい立場をいろいろと担った人でもありですね、まあこの禅の世界にですね、自分のそのなんていうか禅とか美術の世界にですね、自分の魂の居所を見つけようとしたという意味では非常に切実でですね、これはまあ海外といいますか中国美術のその三松新書とかそういった時代のその、まあ、文人たちというのはまさに非常に過酷な政治的な闘争の中に投げ込まれて、その中からこう一つ逃れ出るような気持ちであるとか、あるいはそこで飯食ってやろうという性根たくましい人とかの、まあ書とか絵とかがあるんですけれども、日本では本当に政治的にこういろんなところに巻き込まれつつ書画を物したという人はまあ比較的考えてみればそんなにいないんですけど、信忠なんかはまさにそういうものですね。ただ中国美術のいろんなスターたちと比べたらまあ全然こうふわっとした柔らかい、やっぱりこの人たちはですね、本阿弥光悦なんかと一緒にですね、寛永の三筆って言われてですね、まあ能書家としてもまあ、知られるんですけれども、まあ、江戸時代の初期の能書家ですよね。まあ、本阿弥光悦といえば琳派の最初の人ですから、まあ、琳派ともつながるこの一つの、江戸時代のまあ何ていうか雅な流れのこう源流の一つとも言えますよね。まあ、この人官僚公家ですからね。この絵というぐらいですか、今のこの絵家につながるずっとその、まあ、天皇に一番近いお家としての、まあ、役割を持ってたわけですね。まあ、そういうことですね。この近衛信忠の作品、私どもでもよく扱ってます。もしですね欲しい方いらっしゃいましたら、ぜひお問い合わせいただければと思いますし、またお持ちの方いらっしゃいましたらぜひ、お声掛けいただければと思います。絵画骨董買取プロ、買取プロ、集華堂までお願いいたします。